パイダーチャンネル、皆さんこんにちは、スパイダーの森部です。今日はですね、日本企業のチャンネルストラクチャーの違いということでお話をしていきたいと思います。まあ、先進的なグローバルメーカーと日本のメーカーでは、販売チャンネルに大きな差が存在します。その差が何なのかということを今日は説明をしていきたいと思います。例題に取り上げるのは FMCG ファーストムービングコンシューマーグッズ、食品、飲料、菓子、日用品等の消費財メーカーです。B2B の製造業の方は自分たちの事業に置き換えて聞いていただければと思います。で、場所は ASEAN。 日頃よりスパイダーチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。森部和樹の新刊、この一冊で全てがわかるグローバルマーケティングの基本が出版されました。ぜひお近くの書店、アマゾンでお求めください。番組概要欄のリンクも合わせてご覧ください。今後とも森部和樹とスパイダーチャンネルをよろしくお願いいたします。はい。まあ、結論から申し上げるとですね、欧米の先進的なグローバル消費財メーカーの販売チャンネルストラクチャーっていうのは圧倒的に日本企業のそれよりも、まあ、よくできている、優れていると。でここでいう先進的なグローバル消費財メーカーというのは P&G とかネスレとかユニリーバーを指しているんですが、まあ、販売チャンネルがそもそも圧倒的に優れているんですよね。でなぜそれが優れているのかということなんですが、なぜの前にですね、どう優れているのかということをちょっと説明をしていきたいと思います。スライドお願いします。分かりやすく、これが先進的なグローバル企業、まあ、B2C のバージョンですけど、今日は、まあ、FMCG なんでね、日本企業と、右が日本企業、左が先進的なグローバルメーカーということで、この図を説明すると、これね、今回は現地法人ありのパターンです。輸出やってるパターンではなくて、基本的には現地法人あり、輸出でやってるともう TT とかデートコールとかっていう議論にはならないので、基本的には TT の議論が出てるということは原報があると。原報がないと輸出では TT 狙いませんから、原報があると。で欧米の先進的なグローバル消費財メーカーってやっぱり非常にそのチャンネルのストラクチャーとしてあるのが、自社のセールスの部隊のその育成っていうのが非常にうまいっていうのが一つで、もう一つはディストリビューションネットワークをしっかり作るっていうことなんですよね。でこの図の通り、MT は直販してるんですよ。先進グローバル企業 B2C から MT に直販してます。スーパー、コンビニ、ドラッグは直販。これどういうことかというと、自社の現地法人にしっかりとしたその、MT チームがいて、そのチームが各 MT とのリレーションをしっかり築いてるってことなんですよね。で一方で日本企業の場合は、原報があってもディストリビューターを介して MT とやり取りをしてるなんていう企業が意外と少なくないと。でまた先進グローバル企業っていうのは、ディストリビューションネットワークをしっかり作る、まあ、日本の右側の方の図見てもらったら分かると思うんですが、基本的にはその日本企業消費財メーカー一カ国一ディストリビューター制みたいなもの、これ消費財メーカーに限らず B2C、B2B ともにですね、理由なき一カ国一ディストリビューター制を引いたりするんですよね。で、まあ、一応その彼らなりの理由としては、自社内競合が起きたらどうするんだとか、管理が、まあ、一社の方が楽だとかっていうことで、一社なんですが、まあ、特にその FMCG の場合、一社のディストリビューターではサブディストリビューターをまあ、 ある程度使ったとしてもですね、やっぱり TT 含めてしっかり配下できないんですよね。なのでこの図の通り、A 社、B 社、C 社って、まあ、8社使ってるわけですよね。これ実は PG 型って我々私呼んでますけども、その PG 型とネスレ、ユニリーブ型ってチャンネルのストラクチャーが違って、 PG はかつてはね、 4,50 ぐらいのディストリビューター使ってたんですよね、 ASEAN で。けどそれをどん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 集約してって、基本的には今8社程度、8社前後の大手から中堅、まあ大手がだいたい2社ぐらい入って、であと残り6社が中堅で、こういうディストリビューターを使って TT を攻略する。でもちろん自社内競合というのは彼らも望んではいないので、基本的にはテリトリーでしっかり分けてるんですよね。で TT を攻略しますと。でパワーのかかる TT は彼らに任せると。で一方で MT とのその強固な関係というのは直接現地法人が作っていきますよと。でもちろんね、 TT の方にも自分たちのチームをしっかりと入れてですね、ディストリビューターと一緒になって TT のストアカバレッジを伸ばしていくという活動をまあやってるわけなんですけど、こういうふうにうまくストラクチャーができてる。でネスレリーバー型っていうのは、
もっとマイクロディストリビューションなんですよ。それ何でかって言ったら取り扱ってるものが違うので、その3-1コーヒーとかですね、そういうもうきめ細かくこう配下をしていく、前回だったか前々回だったかやりましたけども、その TT のレイヤーを開けましょうっていう話をしましたけども、裾野までしっかりと配下をしないといけないような商品を扱ってるようなネスレとかユニリーバーっていうのは100とか200度を1カ国で ASEAN ですね、ディストリビューターを使ってマイクロディストリビューションやると。で、一方で日本企業、これまあ現地法人があっても、現地法人は一応マーケティング法人であると。でディストリビューションはディストリビューターがやるんだということで、まあ、ディストリビューターに一任をすると。でしかしディストリビューターもですね、これ MT に得意の強いディストリビューターと TT 強いディストリビューターっていうのが、まあ、当然国によってあるわけで、で結果としてディストリビューターにとってもやっぱり MT をバーンとやっちゃう方が圧倒的に利益率いいわけですよね。セントラル物流に商品ボーンと突っ込めばですね、ある程度配下がブワッと伸びるので、1店舗あたりの売り上げっていうのは MT の方が圧倒的に高いわけですから、そこがまあ言ったら最もその彼らにとって ROI が高い、リターンオブインベストメントが高いと。一方で TT はしっかりとストアカバレッジ伸ばしきればですね、これ非常に大きなビジネスになるんですが、伸ばすまでの労力が大変なので、なかなかディストリビューターもこうなんていうんですかね、腰がどうしても重くなってしまうということで、なかなか TT のストラクチャー、TT の間口獲得、ストアカバレッジ獲得には至れないというような、まあまさにこのストラクチャーのようなケースっていうのは結構非常に多いと。特にベトナムなんかは非常に、こういう状態が多いので、やはりこのストラクチャーをですね、しっかりと作っていかないといけない。これがまあストラクチャーがどう違うのか、でなんでストラクチャーがまあ違うのかっていうことなんですけど、やっぱりその欧米の先進的なグローバル消費財メーカーって戦略的なんですよね。彼らその消費財メーカー、消費財のビジネスってこう何が重要かっていうと、数十円数百円のものを売ってますから、いかにたくさんの人にいかに早い頻度でいかに繰り返し永遠に買い続けてもらうかっていうことが、まあ、ビジネスにとって、ものすごく重要ですよと。そうすると MT だけじゃなくて TT こそが重要なんだと、 ASEAN 市場ではですね、新興国では。そうするといかに TT に配下ができるディストリビューションチャンネルを作るかっていうことを逆算して、まあ、行うわけですよね。市場シェアを例えば10年後20年後にこういう市場シェアを取りたかったら、まあ、今年何をやって来年何をやって再来年何をやってっていうことが、まあ、逆算で計算されるので、どうやってストアカバレッジ TT 含めて上げていこうっていうのが、まあ、非常に明確であると。一方で日本企業は、基本的にはその現地法人に駐在する駐在員のいわゆる能力に応じて毎年前年度よりも高く前年よりも高く積み上げでやっていくんですよね。そこに戦略性はなく、むしろ属人性しかないということで、なかなかこう用意どんで競争をするとチャンネルのストラクチャーに大きな差が出てしまうと。でもちろんその逆算をしないのでプロダクトの問題もまあ当然ながらあるんですが、この問題また別途お話をできたらと思いますけども、非常に、まあ、難しいというのが、まあ、現状でございます。日本企業もこのチャネルストラクチャーをですね、やっぱり戦略的に逆算をして作っていくということをしっかりやっていかないとダメだということでございます。今日はこれぐらいにしたいと思います。皆さんまた次回お会いいたしましょう。